さあ打席は糸井です。糸井は今日は全打席でここまで出塁です。フォアボールとエラーの出塁もありました。そして先ほどはツーベースヒット、ライト線。この回から平野正光がマウンド、下位打線から始まりました。この回2点をすでに失いました。まだワンアウト、右中間へ、ライトセンターを追いかけるが、そのままスタンドへ入った。糸井にホームランが出ました、第16号。5回の表さらに得点を追加します。糸井のスリーランが出ました。これで2桁得点、12対0です。オリックスは5月20日以来、今シーズン4度目の2桁得点です。12対0、糸井に一発が出ました。スリーランホームランでこの5回の表5得点。ちょっと一発増やそうかなっていう感じもね、気をしながらあるかもしれませんが。いや、当然あるでしょう。こちらは先ほどの糸井のホームランです。どうでしたバッティングは。まあ、やっぱりいいですね。いい捉え方してますよね。彼は決してね、糸井選手、よく中村選手より押し込みっていう、そういう打ち方はできないんですよ。まあ、とにかくスイングをね、前壁を作っといて払う、はい、両手でしっかり持って振ってますよね。だからこう、しっかりしたエンドで掘り込めるタイプですよね。